ヤン・オブラクは、スロベニア思フィアロカ出身のサッカー選手。ラリーがアトレティコ・マドリード所属。スロベニア代表。ポジションはゴールキーパー。アトレティコ・マドリードでは2015から16、シーズンから4シーズン連続で、リーが最優秀ゴールキーパー賞、最小失点ゴールキーパーに贈られる、サモラ賞を受賞しており、データや市場価値の面からも、 世界最高のゴールキーパーの一人と評価されている。ドイツの遺跡市場専門サイトトラファーマークトによる推定市場価値は2020年10月現在9000万ユーロでゴールキーパーとして最高額ラリーガではリオネル・メッシに次いで2番目の額となっている。また2019年12月に記録した1億ユーロはアリソンや手足低減などを抜き、 ゴールキーパー歴代最高額記録となっている。ゴレンスカ地方のシュコーフィアロカ市で生まれたオブラクは地元のアマチュアクラブ老犬で5歳からサッカーを始めた。父親がプロではなかったがゴールキーパーとしてプレーしており、ゴールマウス裏で父親を見ていた当時3、4歳のオブラクは父親の動きに合わせて左右に飛んでいたという。10歳の時。 オリンピア・リュブリナのユースクラブに移籍。自宅からオリンピアの練習場までは3 0トルほど離れており、両親に送り迎えをしてもらっていたが、両親の都合が悪い時には自転車で練習場へ通うこともあった。クラブが財政難で解散した2004から05シーズンまで在籍し、その後は新たに設立されたオリンピア・リュブリナに在籍した。16歳の時に、 当時クラブの正 GK 兼 GK コーチだったロベルト、ボルクに自身を超える才能を見込まれ、スロベニアリーグデビューを飾り、17歳で正ゴールキーパーになった。2010年6月14日、オブラクはポルトガルの名門、ベンフィカに移籍し、8月にはベーラマルにレンタル移籍した。1月にはオリャネンセに2010から11シーズン終了までレンタル移籍した。 2011から12シーズンは、レイディアに、レンタル移籍した。2012年1月15日、ナショナルとの試合に出場し、リーグデビューを果たした。チームは2から2で引き分けた。2013年7月、ベンフィカと契約が破棄されたと主張し、シーズン前のトレーニングに参加しなかった。翌月末、彼は誤解があったと説明し、チームと2018年まで、 契約延長した。2013から14シーズン、アルトゥール・モラエスのミスが続いたことで、監督のジョルジェ・ジェズスにより、レギュラーに抜擢され、先発した15試合のうち13試合で、クリーンシートを記録した。ベンフィカでのデビュー戦となったポルトとのオクラシコで2から0でのクリーンシート、ヨーロッパリーグ準決勝のユベントス戦での0から0のクリーンシートなど、チームに、 多大な貢献をし、2014年7月6日には、リーグの年間最優秀ゴールキーパー賞を受賞した。試合前のオブラクとアトレティコの選手たち2014年7月16日、アトレティコマドリードは、ベンフィカとオブラクの遺跡加入について合意したと、発表した。アトレティコは遺跡金として1600万ユーロを支払い、ラリーが史上最も高価なゴールキーパーの遺跡となった。 契約期間は6年。背番号は、チェルシーへ復帰した前シーズンまでの聖ゴールキーパー、ティボクル・トゥアがつけていた13番となった。2014年8月19日、スーペル・コパ・デ・エスパーニャのレアル・マドリード戦で、ミゲル・アンヘル・モジャの代わりとして、クラブデビューした。2014年9月16日、チャンピオンズリーググループステージ、オリンピア・コス・ FC 戦で、チャンピオンズリーグデビューした。 最初のクリーンシートは、コパデルレイラウンド32、ルスピタレートで3から0で勝利した。2015年3月17日、チャンピオンズリーグラウンド16のセカンド、レグのバイエルレバー空前戦では、23分に負傷したモジャの代わりとして出場し、ホームで1から0のクリーンシートで勝利した。PK 戦では、ハカンチャルハノールのシュートを止め、ベスト8進出に貢献した。 4日後、ホームでのヘタフェ戦では、リーグデビューを果たし、チームは2から0で勝利した。2016年2月に2021年までの契約延長を行った。2016年5月3日、チャンピオンズリーグ準決勝のセカンドレグ、アウェーのバイエルン・ミュンヘン戦で、トーマス・ミュラーの PK を止め、チームは2から1で敗れたが、アウェーゴールで決勝に進んだ。 決勝戦ではレアルマドリードに敗れるも、チャンピオンズリーグのベスト11に選出された。リーグ戦では38試合で18失点、失点率0.47を記録し、これまで最小失点率記録だったデポルティーボラ、コルーニャのフランシスコリアーノの1993から94シーズンの記録と並び、サモラ賞を受賞した。二千十七年三月十五日、 チャンピオンズリーグのバイエルレバー空前戦にて、シュート3本を連続でセーブし、無失点の引き分けで準々決勝への通過を確実にしたことで注目を浴びた。試合後、欧州サッカー連盟のウェブサイトで、こういうことはよくある。3つのシュートをセーブすることもあれば、3つとも得点されることもあると冷静に語った。再び、チャンピオンズリーグのベストイレブンに選出され、 二シーズン連続でサモラ賞も獲得した。また、バロンドールではゴールキーパーでは、ダビド・デ・ヘアに次ぐ26位にランクインした。2018年1月28日、ラスパルマスとの試合で、アトレティコでのリーグ1100試合目を迎えた。リーグ1100試合のうち、クリーンシートは59試合、失点はわずか54だった。 ヨーロッパリーグ決勝では3-0のクリーンシートで勝利し、アトレティコにとって8年間で3度目となるヨーロッパリーグ優勝に貢献し、自身初となるヨーロッパでのタイトルでとなった。また、ヨーロッパリーグのベストイレブンに選出された。リーグ戦終了時には37試合で22失点の記録を残し、3シーズン連続でサモラ賞を受賞した。 これにより、ラリーが最優秀ゴールキーパーに選出されたが、3シーズン連続の受賞は、史上初となった。バロンドールでは、再び選出され、25位にランクインした。2018年11月6日、チャンピオンズリーググループステージの、ボルシアドルトムント戦で2-0のクリーンシートで勝利し、アトレティコで100試合目のクリーンシートを記録した。これは、 わずか178戦で達成した偉業であった。2019年4月17日、アトレティコと2023年まで契約を延長した。シーズン終了後には4シーズン連続でサモラ賞を受賞し、ビクトル・バルデスの連続受賞記録に並んだ。また、史上初となる4シーズン連続でのラリーが最優秀ゴールキーパーとなった。2020年2019から20。 シーズン開幕前にチームの副キャプテンに指名された。2019年10月21日、バロンドールのゴールキーパー版となる野心トロフィーにノミネートされるも4位となり受賞を逃した。2019年12月6日、ビジャレアル戦で0-0でクリーンシートで引き分けた。この試合でリーグ戦96試合目のクリーンシートを達成し、 アベル・レシーノのクラブ記録を更新した。2020年3月11日、チャンピオンズリーグラウンド16セカンド、レグのリバプール FC 戦では9つのシュートセーブをし、チームは3から2で、勝利、試合後にマン・オブ・ザ・マッチに選出された。6月17日のウサスナ戦では、ラリーが史上最小試合出場、かつ、外国籍の選手として、 初めての100試合のクリーンシートを達成した。リーグ戦、全38試合に出場し27失点、1試合平均0.71、失点の記録を残したものの、5年連続でのサモラ賞、受賞は逃した。2020から21シーズンの5月8日、この日のラリーが第35節 FC バルセロナに出場し、アトレティコでの公式1300試合出場を飾った。 シーズン中18試合で無失点を達成、通算5回目のサモラ賞を受賞するなど、チームの7期振りとなるリーグ優勝に貢献。この活躍からリーグの年間 MVP に選出された。年代別のスロベニア代表を経験し、2015年末にサミール・ハンダノビッチが代表から引退した後は A 代表の正ゴールキーパーを務めている。2009年8月に、 スロベニアユマイナス21代表に初招集され、同年9月9日のフランス戦でデビューした。2012年9月11日に開催された 2014FIFA ワールドカップヨーロッパ予選ノルウェー戦で A 代表チームでの初出場を果たしたが、チームは2から1で敗れた。2019年9月6日、初めてスロベニア代表チームのキャプテンとして出場した。 的確なポジショニング、鋭い反射神経、高いセービング技術を兼ね備え、世界屈指のシュートストップ力を持つ。常に冷静で判断力に優れ試合中のミスが少なく安定して高いパフォーマンスを維持している。特に16歳でのデビュー時から、ベテランさながらの試合中の冷静さが評価されており、オブラク自身も自身の冷静さについて、頭の中は40歳と、 冗談交じりに語っている。サッカーライターの西部健治は、オブラクの技術について、取り立てて、特殊な能力があるわけではないが、ゴールキーパーとしての基本を丁寧に実行しており、シュートストップの動きに全く無駄がない。腕の使い方がうまいためボールの勢いに負けない。ハイボールの処理やセービングの際に確実にゴールへ、角度のない方向にボールを送っており、 無理な体勢でもボールコントロールする能力が優れている。と評している。アトレティコではチームの戦術との兼ね合いもあり、ビルドアップにはあまり関わらず、基本的にはゴールラインに張り付き、シュートストップに専念するプレイスタイルをとっている。しかし足元の技術がないわけではなく、左右両足でビルドアップに参加できる。ありがとうございます。